なきところに未来なし。どれほど苦難の道のりにも必ずや希望の光さす。大志を抱き世界中から集結せし者たちよ、諦めるな、戸惑うな、立ち止まるな、己を信じて突き進み、今こそ夢の頂に火を灯せ。究極のサバイバルアタックサスケ。2010年元日、100人が鋼鉄の魔城に挑戦します。いくつかのリニューアルが施されたファーストステージはスピードがかなり重視されるレイアウト。制限時間は105秒、回転数エネルギーの値段50分の半、妻とグループで一人前にやってきた。サスケ出場、さらには完全制覇という夢を掲げ歩んできた。そのラウンド店の倉庫で日夜トレーニングは欠かさない。最も難しくなった2009年秋、そのファーストステージが始まります。とアルパカが緑山に、今年も予選が行われました。勝ち抜いた10人が緑山にやってきました。アメリカ予選10位通過、ビッグネイが37歳です。忍者ウォーリアーに何としてもこのサスケに出たいということで応募をしてきました。ここは難なく綺麗に越えていきました。まずファーストステージの最初の成功者になりましたが、アメリカのここは行きました。かなり自信がありそうです。この感触を確かめて一旦戻った。ふーっと息を吐いて、力強いジャンプでした。足は少し下なんですが、ここは両手を広げて力強く越えていきました。続いて、落ちてしまった。川原拓也22歳。そしてこの筋肉でスタート、川原拓也。さあこれは期待が持てそうだ。まだ誰もクリアしていないファーストステージ、必須の元気をした。おお、泡を出したがこれまた中途半端に終わってしまった。何をしたかったのか、口から血が出ているぞ。鳥様祈りに燃えた声援が緑山中を支配している。90人目の矢が王にも慎重になる、それは分からないでもない宮崎大輔。この宮崎は違うでしょう。2006、2008と元日決戦、そして今年2009も制したハンドボール、ミスターハンドボール宮崎大輔が行きます。残念ながらチームは敗れ去りはしましたが、ミスターハンドボールは宮崎大輔だ。この宮崎は物が違うというところを見せてほしい。いよいよこの後ゼッケン100番ナマツだけとなった、その長野に超えてくれ。自動車整備士、モトクロス元国際 A 級ライダー、鷲見裕二32歳。富山県からやってまいりました。さあものすごい肉体をしているお酒の卸売り、大沢恭一34歳。一気に行く、ちょっと滑ったが一気に行きました。3つ目のエリア、お酒の卸売り。サスケ出場、さらには完全制覇という夢を掲げ歩んできた。その中の一人、店の倉庫で。さあブルガリアの鉄人、体操のヨブチェフが行く。あった、ヨブチェフ危ない、バランスを崩した。しかし大丈夫、ヨルダン・ヨブチェフ。さあ今日のヨブチェフはやけに慎重だ。すでに昨年の北京が終わり、2012年のロンドンを目指してトレーニングをしています。
ひょっとするとその先の東京も見据えているのかもしれない。さあヨブチェフの跳躍、7歳から始めた体操、体操が私自身を作り上げた、その体操に恩返し、そしてサスケにやってきた日本とブルガリアの橋渡し役ともなっている体操界の鉄人、一気に側面から鉄人たるゆえん、ヨブチェフ行け、ヨブチェフ上がれ、ヨブチェフ1-2-1、ダメか、ブルガリアの鉄人。サスケの未来を担うニュージェネレーション、彼もまた変革を待つ男、待つのではなく掴み取れ、サスケニュージェネレーションの登場、平成生まれの佐藤潤、高校3年生、一気に駆け抜けています。前回は高校生ながらセカンドステージに進出した超新星です。まず1段、そして2段目、菅野、漆原、そして田島が出てきた、そして4人目はこの佐藤潤か。さあ腕の滑りを止めた、意を決して飛び出していく超新星ニュージェネレーション、佐藤潤が行きます。さあ時間は十分にある、西日を受けながら高校3年生、平成生まれの佐藤潤です。さあここはどうか、さあ来たぞニュージェネレーション、ついに10代が果敢にオールスターズに挑戦状を叩きつけるのか、それが佐藤だ。30代、そして20代、そして10代と、いよいよ世代間競争が始まる2010年元日のサスケ、新星ではない超新星、その超新星を引っ張るのは平成宇野潤。さあ勝者の営業マン、かなりスタート前に力を使ってしまったか、勝者岸本真也、このあと押したミスターサスケ、最後のチャレンジになるんでしょうか。レジェンドではない山田勝美は今も落ちている、ややバランスを崩した、まず一つエリアをクリア、これもクリア、山田はこのまま終わってしまうのか、もうサスケに山田勝美はいなくなるのか。今回のために7キロの減量を敢行、その分筋量は落ちたはず、さあ山田最後の挑戦となるのか、まだならない、まだならない、太陽のように落日の時を迎えてはいけない、この男こそがサスケの歴史を作ってくれた、この男がいなければ長野誠もこのサスケに挑まなかった、誰もが憧れたサスケの象徴、どうだ、2010年元日にこの男のサスケの物語は、ミスターサスケ、ダメなのか。回転するエントリー付きで弾道10本の針、慎重に避けなければ巻き込まれる、スタート。治療院で滑ってしまった、石川照和32歳、さああの時の輝きを再び取り戻すことはできるのか、日体大の体操部出身、さあ石川が進んでいきます、32歳になりました、2005年の初出場で一気にサードステージ進出、
あれから5年が経ちました。2010年の元日決戦はどうか。名門日本体育大学体操部の出身、つく石川照一、独特のヘアスタイルはもうサスケファンにとってもおなじみです。慎重に石川、どうだ、直旅でしっかりとグリップしました。99年世界体操祭に出場、4年に一度のビッグイベント、その中で演技を行った経験もあります。どうだ、着地も決めました。名門日体大の体操部、問題はここ、一気に助走をつけて手を伸ばして右手左手、さあ2人目来るか、真っ青な空の下進んでいきます、金髪の石川、さあ掴めるか、マッスルミュージカルの石川来ました。第7エリア、あと2つだ、あと2つ、時間はどうだ、残りは40秒、ここまで1人、川口智弘が16秒残しクリア、戻ってきた、クリア、戻ってきた、クリア、このコングが30代初めてのクリアとなるか、秋の終わりのピアノ、全国が泣いてくれた最初の日、ちゃんと体一体になるほどのアスリート能力、39歳得意の1番目に山本慎吾登場。この4大会はファーストステージ敗退という、オールスターのメンバーらしくない山本慎吾は結果を残しています。ここもうまい、静かに。しかしこの山本慎吾はこのサスケ歴史の中で唯一の皆勤賞、もちろん今回22回大会も出場、えんじのポロシャツに、そして紺色のキャップを逆にかぶる、さあ山本慎吾が先に行く。ここまで30人、未だクリアゼロ、2009サスケ春、さあ山本慎吾の登場に緑山は沸いています。しっかり掴んだ、ここ4大会連続ファーストステージ敗退という、山本来た、どうした、